じゃあではお願いします。はい、マイスケール57の罠があなたを狙っている話をします。夜服08人号と言います。千葉 PM の方から来ました。千葉 PM の M は、マイスケールの M だということになっていますので、よろしくお願いします。はい、普段はとある企業で DBA してます。オラクルもすぐれなめです。マイスケール大好きです。こんな感じの人ですが、よろしくお願いします。マイスケール 5.7、おととしですね、2013年の4月に最初のベータ版が出てから、今年の8月4日、今月に、今 5.7.8 リリースキャンディレート2というのが出ているステータスになってます。多分今年中には GA になるだろうと、プロダクションリリースされるだろうというようなステータスです。本編に入る前になんですけど、皆さんに呪いをかけさせていただきます。知らないと致命傷なんですね。でも知ってれば予防できるはずなので、このトークを聞いた人はこのトークを聞いてない人に、ぜひこの罠の数々を一つでも伝えてあげてください。伝えないとどうなるかというと、多分こうなります。はい、では本編いきますね。余計なお世話のパラメータ一気に増えました。ひどいやつだけ紹介していきます。デフォルトパスワードライフタイム360、パスワード変更から360日でアカウントがロックされます。アップグレードから365日後に襲ってくる突然の品、忘れずにゼロにしといてください。ログタイムスタンプス、UTC っていうのになりました。エラーログ、スローログ、ジェネラルログ全部 UTC で出ます。誰得ですか。小コンパチビリティ56っていう、新しいパラメータ入りました。これオフになってますということで、小ステータスとか小バリアブルズっていう、あのおなじみのコマンドがですね、パフォーマンススキーマのセレクト権限必要になります。パフォーマンススキーマをオフにすると小バリアブルズにすると得られるんですね。困りました。レプリケーションスレーブ、今までレプリケーションスレーブ権限だけつければ、あの普通に動いたんですけど、パフォーマンススキーマの、権限足りないとこんな風にエラーになります。困ります。はい、ビンログフォーマットがローになりました。1ステートメントで100万行とかデリートすると、行の変更前のイメージを全部バイナリーログに記録するようになるので、100万行分の、容量を食うわけです。はい、ビンログへの書き込みはディスクフルでエラーになってくれないんですね。ずっとスピンし続けます。つまりスタックします、全てが。はい、それから SQL モードだいぶガチガチに変わりました。16桁ハッシュの古いパスワード形式が廃止になりました。56で、だいぶ除かれていたものが完全に廃止です。もう10年前なんですよこれ。 4.1、2004年の時点で、変更された古い16桁ハッシュなので、まだ残っている人はいないと思いますが、念のためです。それからあのこの2つ、今まであったのがログワーニングス、新しいのがログエラーバーボジティなんですけれど、同じ変数、内部的に同じ変数なんですね。2つのパラメータの名前で同じ変数のやついじります。しかも値がずれてます。片方は1で、混在してた場合アットマチです。はい、というわけでですね、あの変な風に設定すると、あの思わぬところでログが出なくなるので気をつけてください。暗黙のテンポラリーテーブル、普通にセレクトした時にテンポラリーテーブルを使うようなのが、インノDBになりました。テンポラリーテーブルだからハイタロックいりません。ロールバックはするところするんですけど、クラッシュリカバリーはいらないので、それ専用の、テーブルスペースファイルを作って、その辺をカットバス処理が入ってます。ですがこれあの IB テンプ1なんですが、中身は IB データ1とあんま変わらないので、一度容量確保するとマイ SQL 再起動するまで領域解放されません。 B6 への書き込みはディスクフルではタイムアウトしてくれないので気をつけてください。インノ DB の断金運転が、オンになりまして、起動時に自動で断金するようになります。マイ SQL 起動直後にですね、全力で、読みに行きますので、気をつけてくださいね。この間にトラフィック突っ込んでくるとかなり悲惨ですよ。はい、セキュアファイルプリブっていうあの地味なやつが、パッケージものだけなんですけど、暗黙のデフォルトが設定されました。ロードデータインファイルが、このディレクトリ以外からできなくなります。バッチのとかで使ってるやつは気をつけてください。インノDBバッファブールサイズのオンライン変更をサポートされました。ついにです。バッファブールを大きくするときは更新ブロックされます。本当は断続的にセレクトも完全にブロックしてます。オンラインって何だったんだろうな。はい、バリデートパスワードプラグインっていうのが、デフォルトで有効になりました。デフォルトで8文字以上、大文字小文字数字記号の4種類が必須になっております。パスワード変更するまでプラグインの無効化も、そもそもこの、8文字以上必要っていう情報も小ステートメントもこけます。そんな都合のいい文字列パッと思いつかない人は、ぜひ Do you love my SQL 57、これであの条件満たすのでご利用ください。はい、というわけで、5.6 から 5.7 へ黙ってあげてしまうと、暗黙のデフォルト罠がいっぱいあるので、まあこの辺を書いておくと5.6にだいぶ近くなります。このスライドどっかに公開しますのと、秘伝のダレ以外、あの16桁ハッシュはもう直してもらうしかないのと、MySQL スキーマのユーザーテーブルからパスワード絡みがなくなったので、スクリプトでなんかごにょってる人は、バージョン判定入れてあげてください。バリデートパスワードプラグインは、Do you love MySQL 57で、乗り切ってください。全部してた人いらっしゃいますか？お、何人か。57の情報そんなに多くないです。こんな状態で最初の MySQL 57使うと、心黒くなっちゃうんですね。このトークを聞いた人はこのトークを聞いてない人に57の罠を一つでも伝えてあげてください。よろしくお願いします。じゃあ